どうも、石ポケット。あ、ギルです。どうぞ。で、はい。よろしくお願いします。ということで、本日の企画。これ、あれ欲しいね。マイクスタンドみたいなやつね。マイクのスタンド欲しくない？どうもやりたいね。ね。それいいわ。じゃあやめよう。今日はね、すげえクソ尖り企画。正直俺はやりたいって言ってないです。彼がもう、尖りに尖り。違う違う違う。まあ、今回の企画。はい。大物 YouTuber に勝手にあだ名つけるに。うわー、尖ってんな。もうやばいよ、ありがとうございます。偏見しかないもんだって。一個ずつ謝りながらやっていこうと思います。立ってやってから次のお題行こう。次のお題行こう。あ、黄色が大好きな一番。そう。オーケー。一問目も本当に大好きな、うん、水溜りボンドのカンタさん。はい。あ、もう個人で。なるほどね。そうそうそう。もう、コンビ名じゃなくて、もう個人の人の。水溜りボンドカンタさんの、うん、あだ名を勝手につけてみた。マジでアキロ好きだもんな。いつもこの人たちの名前出てくるから。それで始めたようなもんのかな。はい、できました。早いな、やっぱり好きなだけあって。いや、これはね、やっぱ、俺結構特徴捉えてると思う。編集とかも結構、参考にするところとか多いんで。そうだよね。俺はあんまり見ないんだけど。見るんだけど、そんなにこう、あ、なるほどね。その、なんていうの？凡人ではない。凡人だよね。あ、凡人なら見てないとダメですよ。凡人だけど、その、面白いなーってこう、ふわっと見てるから。あー、なるほどね。もうちょい書けば。もうちょい待ってくれ。いいよ。じゃあ、直樹が書いてる時にね、ちょっと、最近のお話なんか話せればなと。最近ですね。はい、できました。できました。じゃあ、俺から行く？俺、自信ないから俺から行く。そうだね、直樹から行こうか。はい。これはね、水溜りボンドのカンタさんの、勝手にあだ名つけてみた。はい、はい、どうぞ。ネット界のテレビマン。なんかこう、ね、そう、なんかすごいテレビマンっぽいじゃん。なんかテレビの企画、はいはいはい、テレビ向けな企画とかめっちゃするかなと思って。なんか普通にテレビの企画とか考えてそうね、裏で、ね。そうそうそう。なんかその普通にテレビの企画を考えても絶対面白いだろうなと思って。まあでもネット界のテレビマン。テレビマン。そうそう。なるほどね。かなぁと思ったんだよな。じゃあちょっと自信のある、うん、発表しちゃっていいですか俺。じゃあやめとこう、次行こう。じゃあやらせて。あ、やりたくてやってる。あ、そっか。どうぞどうぞ。水溜りボンドのカンタさんの、はい、あだ名勝手につけてみた。はい、はいはい、こちら。 BGM で隠しきれないゆるふわターミネーター。長っ。どういうこと？これね、実は僕、気づいてしまったんですけど、うん、BGM を撮ってしまうと水溜りボンドさんの企画って結構荒々しい荒々しい企画が結構多くて、やっぱあのゆるふわの BGM、うん、そういうことね、をかけてそれで中和するんだけど、それでも隠しきれない尖った感じ、うん、あ、要は BGM ないとつまんねえってことか。勝手にあだ名をつけ て,、はい、つけてしまい、申し訳ございませんでした。はい、次。次はですね、はい、あー、次どうしよう、誰かなー、あー迷うな。でちょっと年も近くて、はい、最近もうイケイケに夕闇にいざないし漆黒のエンジェル、略して夕闇さんの、うん、小柳さん行こう。うわー、むずいな。小柳さんのあだ名勝手につけてみました。俺でも結構好きだから、そのスタンスのちょっとこうお笑いっぽい感じ。そうそうそう。夕闇さんはね、直樹から教えてもらって俺知ったんですよ。そうだっけ。あの、まんじ切ってねっていう動画おもろいぞっつって、だいぶ前じゃない。そうそうそう、それで初めて知ったね俺。へぇ、やばい、これめっちゃおもろいと思って。じゃあ1000万だったの。あの、一回クルーザーに乗ってみたい。あの、すごいでかいさ、船の中にやっぱホテルとかさ、遊園地とかついててさ、あれ乗ってみたい。誰があげんねん、お前に1000万。誰があげんねんって。何を夢見てんねん。誰もお前に1000万やらんわ。行きましょう。はい。俺自信ないわ、これ。俺もあんまり自信ないわ。でもまあ、順番的にいつも俺最初言ってっから、俺、せっこいな、お前。永遠にいざないし、漆黒の、漆黒のエンジェルの、小柳さんの、はい、あだ名勝手につけてみた。どうぞ。お笑いを知っているパセリ。どういうこと？めちゃめちゃディスってるよ。わかりました。ディスってないよ。どうぞ。夕闇にいざない漆黒のエンジェルの小柳さんのあだ名勝手につけてみた、はい。ブス担当は実は建前の破天荒パッチリ二重。
いや、こうなんだよ。ずるない、あれ。何が？あの、ドン・ブス・アンド・コエルギスっていうじゃん。うん。ブスじゃないじゃん。まあ確かに。正直ブスじゃない。これ結構多いと思うんですよ。あの、小柳さん、うん、ブスじゃない説。企画でやってほしい。闇に誘いし、漆黒のエンジェルの小柳さん。はい。誠に。すいませんでした。はい、次。はい、もうラストですよ。もうこれ最初から決まってる。実は。言ってたね。どうぞ。最終問題。はい。ヒカキンさんで。うわ、もう、ビッグネームじゃん。ビッグネーム。真剣になりすぎん？びっくりしたね。空中の入り方職人かも。今のツッコミ面白くないからちょっとカットする。いや。これはね、この企画をやった、この企画をやった時に、やろうと思った時にもう思いついたやつなんで、ちょっとずるいかなってとこあるんだけど、やっぱヒカキンさんといえば YouTube 界の、パイオニアですから。確かに。これは失礼があっちゃいけないよ。キャップない？キャップ。え？両方つけてんじゃん。お両方ついてた。どっち？どっちだね。そういうことある？はい、OK です。はい、じゃあ、はい、できました。じゃあちょっと直樹くんから。俺から行く？ヒカキンさん。ヒカキンさんのあだ名勝手に作ってみた。はい、どうぞ。人気ゆえの軟禁。え、なんかうまいこと書くね。うまいこと書くね。確かにね。あるある。確かにそうだわ。人気ゆえの軟禁。この軟禁の木もヒカキンさんのヒカキンとこう、ゴロゴロというかなんだっけ、銀？センスあるね、君。銀を合わせてこう。センスがあるよ。まあこう、意味としては、うん。まあ人気すぎて、なんか、はいはいはい。こう何も悪いことできなくなっちゃったね。でも悪いことはしちゃいけないんだよ、まず大丈夫。いけないんだけど。汚いことできないみたいなことを言ってたから、まあ、人気上の軟禁です。いいな。いやー、それいいな。ずるいわ。じゃあちょっと僕、いきますよ、はい。いいよ。ヒカキンさんの、はい。あだ名勝手につけてみた。はい。こちら。効果音渋滞人。これちょっとね、伝わんないと思うんですけど、ヒカキンさんの動画、うん、最近効果音がめちゃめちゃついてるんです。ああ、なるほどね。やっぱこう、編集するときに、いろんな YouTuber って見るのよ。うん。こう、どういうのがいいのかな、結構2ヶ月前に俺初めて触ったから、そういうの、編集ソフトって。いろんな人の動画を見て、ヒカキンさんの動画だけ、ほんと3秒に2回ぐらい効果音が出すのよ。嘘でしょみたいな。なんかそれがなんかのね、戦略かもしれないんですけど、うん、ちょっと、つけてみました。効果音渋滞に。じゃあ、最後に、ヒカキンさん。はい。誠に、申し訳ございませんでした。本日の放送、ありがとうございます。ね、動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録ね、お願いします。 SNS もやってます。バイバイ。